ビューローベリタスは、フランスパリ近郊のヌイーシュルセーヌに本拠を置き、試験、検査及び認証を行う企業。認証企業として、SGS とともに、世界有数の規模を持つ。世界各地域に1400以上の事務所、試験所を持ち、各産業分野における検査や試験、公的機関により定められた企画の認証などを行っている。日本法人は、 ビューローベリタスジャパン株式会社ユーロネクストパリ上場企業検査機関証表示国際輸送される会場コンテナに貼られた設立年の1828年表記入りのビューローベリタス社のマークこのコンテナが製作され完成した時点で専門の検査機関であるビューローベリタス社が ISO 規格に問題なく適合している旨を記した表記の一例 ビューローベリタスはフランスの選挙協会としての歴史を持ち、現在も船舶や関連設備の評価、認証が主要事業の一つとなっている。1821年冬にヨーロッパを襲った大嵐が多くの被害を出し、対処できずに倒産する保健機関が続出していた中の1828年6月、オランダ陸権王国統治下のアントウェルペンで、 海上保険業者のアレクサンドル・デラヘとルイス・バンデン、ブルーク、保険ブローカーのオーギュスト・モーレルの3人により、選休協会としての役割を果たすセンターとして設立された。翌年、現社名への解消と社門の制定が行われ、1830年にパリに支店を開設後、1833年に本部をパリへ移転した。ジュール・ベルヌの海底に万里、 神秘の島等で言及されるなど、間もなくヨーロッパ中に知られる選球協会となり、20世紀初頭にはアメリカが衆国や世界の主要校に拠点を拡大した。工業化の進展に伴い1910年代から鉄道関連など工業製品の試験事業に着手し、第一次世界大戦後には対象を航空関連や自動車へと拡大、また、 パリ郊外に研究所を新設し、加工品の分析や建築材料の試験を開始した。21世紀までにビューローベリタスのサービス対象は一般消費財へと拡大した。2007年10月、パリ証券取引所の上場企業となった。1995年にフランスの投資会社ウェンデルが株式の19%を購入して、以降、 同社がビューローベリタスの大株主となっており、現在は株式の約4割、議決権ベースで過半数を保有している。ウェンデルの支持のもと、伝統的な選挙、オフショア部門からコモディティ部門に至るまで、欧米を中心に同業他社を続々と買収する、積極策を展開、2003年から2007年までに、 ベリーマンヘニーガーをはじめアメリカの同業他社7社を買収2010年6月イギリスの 3EI グループの系列企業であったインスペクターットを買収2012年2月カナダのアクマラブスを買収同年5月アメリカヒューストンを拠点とする TH ヒルを買収2013年1月ドイツの7レイヤーズを買収2014年2月 カナダのマキシムを買収、同年9月、イギリスのマシューズ・ダニエルを買収、2017年1月、アメリカのシリコンバレーを拠点とするシエミックを買収した。日本におけるビューロー・ベリタスは、1953年、横浜市と神戸市に同社のフランス戦休業会検査院事務所が設けられたことに始まる。この流れを組むビューロー・ベリタス、日本支社が、 選挙部門や政府指定検査、国際貿易検査を担当する一方、建築認証部門のビューローベリタスジャパン株式会社とシステム認証部門の BVQI ジャパン株式会社が別個に設立されていたが、2014年ビューローベリタスジャパン株式会社に全事業が一本化された。日本法人本社は横浜にあり、北海道から九州に至る各地に、 事業所を持つ、ありがとうございます。